感染拡大が広がる新型コロナウイルスですが、中継でもお伝えしたように、この問題で安倍総理が直接国民に説明するのは初めてです。記者会見の模様は午後6時から生放送でお伝えします。中国の景気の指標となる統計値が今月は過去最低を記録しました。 中国の国家統計局によりますと、景気の動向を示す製造業の PMI ・購買担当者指数が、2月は先月から急落し35.7になりました。これは過去最低の数字で、新型コロナウイルスの感染拡大による中国経済へのダメージが鮮明となりました。一方、アメリカのトランプ大統領は、感染拡大を受けた入国拒否の対象を 中国以外にも広げるか近く判断すると述べました CNN テレビはアメリカ政府筋の話として日本と韓国が対象になる可能性があると伝えています韓国での感染者は813人増え3150人に上っていますこうした中、自衛隊が参加してタイで行われている軍事演習でも感染拡大の影響が見られました 在外日本人の退避訓練では自衛隊員は体温チェックや消毒が義務付けられ参加した一般人も事前にメディカルチェックを受けましたまた北朝鮮の金正恩委員長がきのう軍事訓練を視察したと報じられ写真の軍人らは皆マスクをつけています北朝鮮メディアは感染予防やマスクの着用を呼びかけています